散歩始まりました。今回の片散歩はですね、大分県の豊後高田市へ行っております。これ豊後って読むんですね。初めて読みましたよ、これ豊の跡みたいな。はい、ということでここはなんか、10年連続住みたい田舎ベスト3入っている、すごい住みやすいらしいですね。ちょっと散歩してみましょうか。はい、恋かなトンネルですかね。読み方わかんないですけど、なんか恋が叶うという、カップルの、なんか恋愛スポットっていうんですかね。ここはなんかいろいろ撮れるらしいですけど、この全長がね 421m っていうのがすごい気になるんよ。心霊スポットかな。怖いな。あ、これ入り口にあったやつじゃないですか。ジャンプするやつ。これ取ってきますか。いけるかな。こうだよね。これでみんなスクショすればいいんだよね。スクショしちゃダメだけどね。スクショするんです。こういうことですよ。はい、サンウエスさんっていうね、産地直送の、直売所、やってまいりました。道の駅っぽいですけど、なんかね、お土産とかいろいろこう岬、なんか吹き上げ丼っていうのがあるらしいんで、食べれるらしい。行きましょうかね。わー、岬かき揚げ丼届きました。これをかけるらしいです。全部ね、エビらしい。あ、うまっ。うん、甘い。うまっ。はい、ということで豊後高田市散歩させていただきました。ここはですね、カニとかエビとかの海鮮がやっぱり盛んに取れるっていうね。美味しかったですね。はい、ということで